この動画では、右にねじるねじり増し目と、左にねじるねじり増し目について解説しています。右にねじるねじり増し目と、左にねじるねじり増し目を解説していきたいと思います。まず、右にねじるねじり増し目から解説します。右にねじるねじり増し目は、この目と目の間の渡り糸がありますが、この糸を手前から奥に針を入れ、左針にかけます。そして表目を編むように、こちら側から針を入れ、表目を編んでください。これで右にねじるねじり増し目ができました。もう一度やってみます。目と目の間の渡り糸を手前から針を入れ、左針にかけます。そして表目を編むように針を入れ表目を編みます。もう一度やります。目と目の間の渡り糸を手前から針を入れ左針にかけます。そして、これを表編みします。右にねじるねじり増し目を解説しました。では次に、左にねじるねじり増し目を解説します。今度は、目と目の間の渡り糸に、後ろから針を入れ、左針にかけます。そして今度は、糸の後ろのループに針を入れ、表目を編みます。これで左にねじるねじり増し目ができました。もう一度やってみます。目と目の間の渡り糸に後ろから針を入れ、左針にかけます。ループの後ろから針を入れ、表目を編みます。もう一度やってみます。目と目の間の渡り糸に後ろから針を入れ、左針にかけます。ループの後ろから針を入れ、表目を編みます。左にねじるねじり増し目を解説しました。